吉久新王妃富子から1936年3月20日は、日本の皇族。北白川の宮吉久新王妃宇和島藩最後の藩をもだった、伊達宗則の次女。後に、旧薩摩藩国府の島津久光の養女となる。1886年7月10日に、北白川の宮吉久新王と結婚。吉久新王の信頼も厚く。 日清戦争が始まった八百九十五年には、明治天皇のご機嫌伺いに、広島の大本営へ使わされた。しかしその翌年に、台湾に出征した、義久親王が現地で病没、若くして、未亡人となる。義久親王との間に設けた一子のりひそうが、北白川の宮を継承したが、義久親王にはこの他にも五人の側室との間に十人の子女があり、 富子は、その教育にも力を傾けた。それも一段落ついた1923年、今度は、最愛の聖久志王を、留学先のフランスで、自動車事故で失うという悲劇に見舞われる。その悲しみからか以後は、早間の別邸で、ひっそりと過ごすようになった。1926年10月に、台湾に渡り、吉久親王を祀った台湾神社に参拝したのが、数少ない。 表だった行動だった。1936年に74歳で皇居。官報第千6 0 5号、除任及び辞令。明治21年11月2日。官報第百9 2 8号、宮廷六時。違法大日本帝国憲法発布記念章送付。明治22年11月30日。官報第7578号、付録、辞令。 明治41年9月28日、ありがとうございます。